小日向邦子です。アルペンスキーでパラリンピックに出場していました。中学の時に制服ですごい困りまして、女性ってスカートじゃないですか。でも私はスカートだとちょっと足さばきが悪くなるので、パンツスタイルでずっと小学校の時から通していて、制服でもパンツスタイルを選んだんですけど、まあ、何十年も前の話だからもあるんでしょうけれども、すごいそれが周りの人にとってはおかしなことって言われて、女子なのにパンツを履いているみたいな、男みたいとかって言われて、これ男子はこれ女子はこれとか言うのってすごい変だなってその頃から思ってました。多分その生物学的な女子男子っていうところを前提に世界が進むことがスポーツでは当たり前になってしまっていて、そこの確認みたいなところとかがあまりされなかったりとかですね、あと体のラインであったりとかを見せやすい、まあ、見せることを前提にしたスポーツであったりとか、そういうものが多分本来のスポーツの楽しさを感じにくく、 LGBT の方にとってはこう苦痛以外の何物でもないみたいなシチュエーションを招いていることなのかなというふうには思いますし、それもったいないですよね。本当は運動が好きでいろいろスポーツも楽しみたくて、体を動かすことの喜びも知りたいのに、そういう環境周りが結果的には奪ってしまっているっていうのはすごく残念なことですし、改善されるべきことだなというふうに思います。私は自分自身もこう自分らしく生きる、ありのままに生きたいなっていう思いがすごく強いです。障害があるからといって何かできないことがあるって周りからこう言われるのも嫌だし、自分自身が思うのも嫌で、自分ができるできないはやりたいやりたくないっていう、その気持ちがスタートラインだなというふうに思って、生きています。皆さんもですね、いろいろ大変なこともそれぞれあると思うんですけれども、自分らしく生きるってどうすれば生きられるんだろうっていうのをこう追求して追いかけるっていうところ、アスリートの私からするとそれってすごくスポーツを通じて表現できることだったりもします。私にとってはスポーツがその自分らしく生きる一つのスタイルだったんですね。ですので皆さんもそれぞれに、自分らしく生きる表現できる場を、見つけていってほしいなというふうに思いますし、その見つけた場所をそれぞれが活躍できるように、自分らしく生きられるように整えていくというのは、私も、私たちもそしてみんなが、努力してするべき場所ことなのではないかなというふうに思っています。